はい、やっていきましょうね。大学院の問さんですか。はい、やっていきましょう。で、ローマ数字ちっちゃい一番なんだけどさ、すごい日本語の問題なんですよね、これね。いくよ、ちょっと読んでいこうか。図1の装置、あ、まあピストンだね、を図2の SABCS のサイクルで働く熱機関として用いる。この熱機関では、状態 S の時、ピストンの上に荷物を乗せる。で、いい、こっからだって。次に、状態 S にある気体を加熱して圧力を上げると、こっから圧力をぐーっと上げると、気体の圧力がある値を超えたときに、H だけ上がるんだっけな、ピストンが上がって、H だけ上がって止まったと。ほう。で、ここで荷物を下ろす。ここで荷物を下ろすのか。荷物を下ろす。で、こっからここまでで、H 上昇したんだな。ピストンが H だけ上がりました。ね、で、ここから、気体を冷ました圧力を下げると。圧力を下げる。ね、下げる。すると、ある値を、よりも下回ると、ピストンは下降し始める。で、S に戻るってか。ってことは、H だけ上がったんだから、ここで S だけ戻んないな。H だけ上がったんだから、H だけ戻んないといけないな。H だけ。こうねってことから BC の変化中、ここでの荷物の有無とか、ピストンとシリンダーの位置を関係を表すものとして図算の何であるでしょうか。 BC 関係、じゃあまず荷物がないと思うんだな。荷物はないし、H だけ上がって、まだ C に達してなくて、下がってないってことは、最高位のままになるってことね。高い位置になるとダメだ。ピストンは、高位置かな。ってあるんだったら、これは、なんとか荷物がなくて高い位置にあるんだから、これ2番だな。2番ね。で、じゃあ5番。ピストンが上昇し始めるときと下降し始めるときの力の釣り合いを考えるのか。と、この装置を用いて持ち上げることができる荷物の質量は、となる。どうやってやるの？どうやって求めるの？てかもう書いてあるじゃん。ヒント書いてある。力の釣り合いを考えるのか。力の釣り合いを考える。問題文に立て替える。ってことは、よいしょ。こういう感じかな。例えば、ピストンの質量をスモール n で、求める荷物の質量をラジ n としよう。ね、で、先にこうやって置いておく。質量、ピストンの断面積をラージ A と置くよ。すると、上昇しているときと下降しているときの力の釣り合いだから2パターン考えるんですね。まず上昇しているときを考えると、上昇していますね。上昇しているときは、ピストンと荷物が同じ、同じじゃねえや。
持ってるんだな。まあ図的に言うと、まあもういいか、こういう感じでいいかな。これと同じだ。ピストンがあって、その上に荷物があってだね。で、じゃあこれもう全体を一つとしてみると、丸の力は M たす MG だよな。で、接触力は、うん、どっかこうかこうか、これでいくら上昇してるんだから 2P だな。 2P を A とする。すると、この力の釣り合いから A なんていう式が出てくる。ね。で、次は加工してるときでしょ。加工してるとき、ここの部分がすると加工してるときは、荷物はもうないんだから、スモール M だと考えるんだな。すると、丸の力は、スモール MG。で、接触してるのは、機体からのこういう圧力で、こいつは、加工してんだから、PO だね、その圧力は。POA ね。なので、式は、MG イコール BOA ね。で、この2式から、っていう式になるんだよな。これもうちょっと書くと、G 分の POA になるんだけど、A って問題に書かれてるでしょ？じゃあ A を考えないと。H だけ上がるってことは、体積が V だけ上がるってことです。変化前、変化後とし、ね、すると、ここが H だけ上がって、これがやっぱり VO 増えたってことだったら、断面積 A はさ、いくら、ここで VO っていうのは H×A ってことね。分かる？なので A っていうのは H 分の V。だからこいつは G 分の PV の H の V をね。で、問題見てよ。そこでかける NRTO って書いてるから、こいつはもっと頑張ると、あ、ここに書くまか、と何？ M っていうのは M、 あ、違う、これ GH 分の POVO だけど、これは気体の状態方程式から、これは GH 分の N かける、うん、分の1かける NRTO とこうなると言えるわけね。 OK、 答えとしてはこれね。これが括弧の答えだな。なるかな。よいしょ。じゃあ最後2番のところね。2番は、荷物を H だけ持ち上げるのに必要な仕事を PV 図上の領域に斜線をつけて表すとどうでしょう。もう多くの人がさ、多分さ、こう書くんだと思うんだよな、俺は。はい、終わりーっつって。これダメと。え、なんですか。
これダメなの？これさ、上昇してるときっつうことは、これは、ここの面積は、見えるかな？荷物と、ピストン、どっちともが上昇してますよっていうのが、分かってて、こうやって言うんだったら、ああ、違う違うって言うんだな。だって問題荷物だけだ。荷物だけだ。これ荷物とピストンがぐーって上がってるからこうなんでしょ。じゃあ、ピストン分どんだけ引けばいいんですか。ここだけだ。ここを引いてあげればいい。ほら、答えはここなんですよ。ですが、おお。答えはここの部分。なんでここだけ引けたんですか。C から S に、ね、C から S ってさ、こんだけ減ってるじゃん。つうことは、この部分は荷物がないがためにここでね、釣り合いになってうーん下がるでしょ。荷物がないからでしょ。荷物がないせいで荷物がこうダウンするんですよ。ね、っていうことは、これ裏返せばさ、もし上がるときに荷物がなかったら、PO で上昇できるじゃないですか。っていうことなんです。ってのを考えると、色がないね。ここの部分は、この部分は、この部分は、このね、下の部分っていうのは、荷物がない。要は、ピストンが上昇するときの、ピストンが上昇するときの期待がする仕事。ピストンだけじゃないかな。のみ。ピストンのみが上昇するときは、ピストンしかなかったら、の熱機関ってさ、こう、S があったらさ、多分こういう動きでいいんだよな。荷物がなかったら、こういう動きだけでいい。それは、こうやって、こういうこと。OK？ だから荷物分はどこですかって言われたら、ここです。荷物が乗ってるから、こういうサイクルになってるわけだから。OK？ はい。これが、土佐の話でした。よし。どうかな？こういうひらめきがね、できるわけだな。まあ、あと日本語の問題ですから。はい。はい、次は電磁気の話に行きたいので頑張りましょう。